竹本を取る日が来るなんて思わなかった、ね、もう長い付き合いなのに。よかった。当時からのご知り合いなんでしょ。そうですね、もう本当にもう、昔から優しかったの。ノーコメントで、そこはなんでだよ。なんでだよ。